はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ついにマスターデュエルにダイノルフィアレクスターノが新規収録されました。こいつの効果は最強で、自分のライフポイントの数値以上の攻撃力を持つ相手フィールドのモンスターは効果を発動できない。さらに自分相手ターン、フリチェですね、ライフポイント半分払って相手のモンスターすべて自分のライフポイントの数値と同じになるんで、能動的に相手のモンスターの効果を発動できなくすることができます。さらに戦闘効果で破壊された場合の共通効果、レベル6以下のダイノルフィアモンスター1体を選んで特殊召喚ということですね。それでなんですけども、皆さんは神の環境で覇王ダイノルフィアが一時期暴れていたのをご存知でしょうか。こちらの覇王竜の魂、こちらはライフポイント半分払ってザークを効果無効にして特殊召喚、さらにザークがフィールドにいる状態で相手が魔法カードを発動した場合、ザークと覇王竜の魂を除外することによって、エクストラデッキからペンデラムドラゴン、エクシーズドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴン1体ずつ特殊召喚できるっていうぶっ壊れ効果を持ってるんで、こちらの覇王ダイノルフィア、こちらの覇王ダイノルフィアでデュエルしていこうと思います。さあ、それではやっていきましょうか。まあこちらの方も最強でバカクソ強くて、まずは合計からですね。でダイノルフィアは自分のターンにあんまり特殊召喚するテーマじゃないんで、合計がかなり相性よく入っております。でめくれてきたのがテリジア、ディプロス、ゾージーということで、さすがにここはテリジアをサーチで、今回覇王竜の魂があるんで、もう早速覇王ダイノルフィアの闇みたいなものを見せていけると思います。まずはテリジアの効果発動、デッキからダイノルフィアトラップカードをセットするんですけども、今回はこれ新規カードですね。フレンジーはデッキとエクストラデッキからモンスター墓地に送って融合召喚するっていう、まさかのデッキ融合効果を持っています。てかデッキ融合とかエクストラデッキ融合、まあ、これが最強っちゅうわけですわ。というわけでご伏せしてターンエンド、これが覇王ダイノルフィアの最強ムーブ。フレンジーを伏せながら覇王竜の魂をセットですね。で相手のドローフェーズにハウルの魂発動していきます。でこのライフポイントを半分払うんですけど、これがまたダイノルフィアとの相性抜群っちゅうわけですね。で増進はちょっとまずいけど、まあ一旦いいでしょう。まあ、正直フレンジー、そしてダイノルフィアのプルートですね、あれがあるんで相手の妨害にはかなり強めに出れるんで、まずは統合召喚してハオリュウザークを特殊召喚で、ザークはね強制効果で、出た時にフィールドを全部ぶっ破するっていう効果があるんですけども、効果無効なんでそれは意味ありませんと。で相手のターンですね、まずはあーやばい、ラビリンスだクソテーマ対決、クソテーマ対決ということで、うーん、そうですね、こいつらもうあのマジックカードの発動ほとんどないんで、このターンでタイミングでハオリの魂発動していきましょう。自身とザークを除外することによってデッキ、エクストラデッキから天竜たちをね飛び出してくるんで、ですけども何のチェーンですか、うららですか。ここにうらら打たれたくないから、そうこのうららを打たれたくないから増字スルーしたんだよ死んでも嫌だったからこれまずは神の通告から入らせていただく。このねライフコスト払うのがマジでダイノルフィアにとっては重要で、まずうらら止めて、でうららを止めるということは覇王竜の魂の効果ですね。これが今回エクストラデッキに採用している覇王竜の眷属たちですね。まずはクリスタルウィングシンクロドラゴン、そしてスターウェノのプレーターフュージョンドラゴン、一生俺の相棒、こいつをね守備表示にはしたくないんで、あえて攻撃表示を出していきます。そしてアークリベリオン、エクシーズドラゴンで、今回はフレンジー伏せてありますんで、この3体で止めておきましょう。まあフレンジーを起動しちゃうと相手に2ドローさせてしまうんですけども、まあ、なんとかなるんじゃないですか。でさらに相手はハンド1枚切ってラビリンストラップカードをセットですね。でこれは相手のハンドを1枚減らすことができてるんで、そうっすね、まあ、クリスタルウィングシンクロドラゴンから入ってぶっ飛ばしていいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。まあ、一旦クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果を使って相手ぶっ飛ばしましょうか。で一応フレンジ打っときましょうか。いやここにフレンジ打つ必要はまあないか、ないけど相手のセットカードに合わせて、そうですね、プルート2枚とかケントレギナを出すことによってプルート2枚分の働きになってくれるんで出そうとは思ったんですけど、まあここで焦って出す必要はなかったかなと思いますけど、まあ、一応召喚、特殊召喚成功時の効果を封じれるんで、まあそれはそれでありかな。一旦ラビリンスの効果を防いでいく。さあ光り輝くロイヤルケントレギナ、そしてクリスタルウィングシンクロドラゴン、さらにスターウェノンプレーターフュージョンドラゴン、まあどうでもいいけどアークリベリオンエクシーズドラゴン、相手が召喚、特殊召喚成功時、いやそうだないや俺さレクスターム出してないわいつもケントレギナ出したらそのままレクスターム出してるから効果発動できねえよと思ってたけどよく考えたらレクスターム出してないじゃん。あーこれまずい
フルートで破壊しようとかいう俺のクソみたいな判断大失敗っちゅうわけじゃが、まあよかろう、まあよかろう。二不正メインフェーズ終了時なんですけども、ケントレギナの効果を使って、まあ、ここでもう一回フレンジー使っていきましょう。ケントレギナは相手自分メインフェーズに墓地のダイノルフィアトラップカードの効果をコピーすることができるんで、これで、次の制圧モンスターですね、これが最強神器ですね。ダイノルフィアレクスターム、ダイノルフィアレクスタムがいることによって相手フィールドの自分のライフポイントより高いモンスターは効果を発動できないと。でブルートどっちだっけこれ、前はバトルフェイズは、レクスタムの効果ご存知ない、死ぬぜお前。レクスタムはフルチェによって相手の攻撃力を下げることができるんで、ダメージステップにしっかり発動していきましょう。これで一旦相手のライフポイントを取って、相手のライフが6813とかいうめちゃくちゃ気持ち悪い数値になっていきますけど、まあいいでしょう。で、エンドフェーズ。ここでプルートですね。プルートを使って、ラビリンスのクソ鬱陶しいフィールド魔法を割っておいて、これでウェルカムラビリンスを発動されても、こっちのカードが1枚割られるっていう事態はなくなるんですけど、一旦、まあええか。一旦ここ使わずに行きます。墓地に送りたいトラップカードは、まあプルートがあるけど、まあ、絵か。そうですね。まずは化石調査から入って、化石調査を引けるんであれば、テリジアセットから入ってよかろうなのだ、コウシ君って感じですけども、ウララで止められていきます。しかしですね、そのウララ、クリスタルウィングシンクロドラゴンの前にはなすすべがないんで、割っていきましょうか。ただ、レクスタームがいる限り、相手フィールドのモンスター効果を発動できないっちゃできないんですけど、永続効果に関しては関係ないんですね。なんで相手はまずデッキからラビリンスモンスターを特殊召喚するという効果。まあこれはよかろうなのだ別に。で、ラビリンスのお姫様ですね。まあこいつはあの弱い方のお姫様なんで、後々あの剣持ったね、バカ強いお姫様来るんで、あっちの方がはるかに強いです。とりあえずデッキからデクナに加えていくのはテリジャーですね。で、でよ。で、まだ、もちろんケントレギナもレクスタームの効果も使う必要はないんで、一旦様子見ですね。おっと、ドラゴンパニッシュメント、対象は、なんだい？それによって話が変わってくるから。あ、ケントレギナ、避けれるっちゃ避けれるんですよね。ケントレギナ取れるんだ。何が入ってるんだろう。ファイブゴッドドラゴンかとかかな。ドラゴンパニッシュメントで一応ファイブゴッドドラゴン入れてたら、まあ、攻撃力5000まで取れるっていうことで多分入ってるんでしょうね。一旦ドメインで、避けてみましょうか。あー、無限包囲。いや、使わしたのはでかい。使わしたのはでかいわ、これ。アークリビルのエクシズドラゴンの効果が無効になっているけど、使わしたのはでかいです、これ。無限包囲を使わしたのはマジででかい。レクスタームの、なんでレクスタームに打たないの、この人。まあいいけど。なんでアリメに打った、あ、アリメの効果を集約されるのが嫌だった。あまり関係ねえか。で、まずはケントレギナの効果を発動。ダイナルフィアの下級モンスターたちは、墓地からトラップカードを除外して、自身じゃなかった、もう片割れのね、ダイノルフィアを特殊召喚するっていう効果なんですけども、融合体のダイノルフィアたちは、ノーコスで、ダイノルフィアモンスターを展開できるんで、この効果によって墓地からテリジアを特殊召喚。まあ、恐竜らしい、この、破壊された時のアドの稼ぎ方みたいな感じですね。でセットするカードなんですけど、さすがにダイノルフィアソニック。ソニックは、ダイノルフィアモンスターが存在する場合に、相手の魔法トラップカードの効果を、無効にして破壊するっていう効果ですね。しかもカウンタートラップ。まあ、ぶち殴って終わりじゃねっていうかこれ相手のカード全部見えてるんだけど、あ、なんでもいいけどもう効果発動しとこう。効果発動して強制効果で3000取っていく。で、そうですね、とどめはスターベルのプレーターフュージョンドラゴンでとどめさせたいんで、ダイレクトアタック決めてこちら買っていく。いや、覇王ダイナルフィアね、普通に強いんよこのデッキマジで。めちゃくちゃ強いわ。そんじゃあまあ次は高校ということで、まあこれがね、何あれ、フィクテファンドラ空画団にファンドラ入るの。いや、このカード俺めちゃくちゃ弱いと思ってて、何が強いんだろうかわからない。空画団に分かりみの高い方は教えてください。確定サーチではあるけど、あんまり強みを感じないっすね。ただまあこれがこのダイノルフィア高校弱いっていうことで誘発マシマシっていう感じですね。一旦ブラーボーの効果に合わせて増殖するように投げていって、あ、通っていくならここで展開止まるでしょう。
で相手の特殊召喚するのがウィズだったらちょっときついけど、ウィズ以外ラファールとかだったら、はいウィズいやウィズはね魔法トラップの効果を無効にして破壊してくるんで、結構ねダイノルフィアと相性悪いんですよね。まあ今回神の通告あるんでウィズの効果は止めれるから、まあいいっちゃいいんだけど、ディープロス君はいらないんじゃフレンジがデッキ融合なんで、ディープロス君は基本的にはデッキに眠っていてほしいカードなんですよね。で今回セットしていくのはプルートで、プルートで、相手のカードを割りつつっていう感じの動きが理想ですね。でまずはターンエンド、まあ、高校でもね誘発マシマシだったらある程度戦えるっていうのが覇王ダイノルフィアの強みよ。でいやファンドラ使ってる、いやこれどうなんだ、あまあリコンサーチされるけど、あそこにうらら打ったらこれドローできないんですかね。さすがにできるよな、そんなことないよな、そんなバグみたいなカードじゃないはず。まあ一旦ここはフレンジーから入っていきましょうか。フレンジーの効果を使ってでウィズね多分起動してくるんで、はい、ウィズ起動してくる。でまあハンドの空型を切らせることにまあ意味があるし、切ったところでそれ止めれるし盤石では。でここでね1500ライフ払うことによってあの離婚の効果を封じれるんですよね。こっからでフレンジーの効果ですね、特殊召喚していくのがこれケントレギナ。基本的にはケントレギナの効果を使ってもう一回フレンジーを起動させてレクスターも出していくっていう流れが、ダイノルフィアの鉄板の動きですね。なのでダイノルフィアケントレギナを融合召喚、ロイヤルのケントレギナ美しすぎる。てかこういうさ機械を装備した美少女って、わかります？性癖にぶっ刺さる感じ。まあ、なんて言いますか、このおちんちんに来ると言いますか、まあ、それは言い過ぎか。なんですけど、まあいいわ。一旦フレンジーの効果をコピーして、レクスターも融合召喚。と思ったけど、ライフ足りねえな。ライフ足りねえな。ライフ足りないんだったら、プルート効果発動していきましょう。これでライフポイントをガンガン削っていって、もう相手は攻撃力625以上のモンスターの効果を発動することはできないんで、これでいいでしょう。で割っていくのはテリジアと相手のブラーボー、そしてテリジアの効果を発動。もう効果を使っている神の通告は存在しないじゃいらないんで、そのテリジアの効果を使ってディープロスを特殊召喚。でディープロスは召喚特殊召喚成功時にダイノルフィアカードを墓地に送れるんですね。でダイノルフィアのカードはカウンタートラップだったら戦闘ダメージをゼロにする、通常トラップだったら効果ダメージをゼロにするっていう効果ですね。なんですけど相手はもうこれ無理では、いやさっさとサレンダーしたらどうだね。ふうバトルバトル、あーまあディプロス取ってもいいけど、それすると地獄だぜ。ディプロス取られる、ただこのディプロスも破壊されると墓地のトラップカードを除外してテリジアを特殊召喚することができるんで、召喚特殊召喚成功時のテリジアの効果でさらにデッキからダイノルフィアトラップカードをセット。これでプルート、さあどうするのかね、とっととサレンダーしたらどうかね。あサレンダーしんない、頑張るね。まあ、本当だったら、まあ、ぶっちゃけねレクスタームの効果ガンガン使ってガンガン自分のライフポイントを減らしていってもいいんですけど、まあ、ぶっちゃけ何しても変わんないっすね、どうせ勝てるんで。まずはディープロス召喚、そしてデッキからダイノルフィアトラップカードを墓地に落としていくんですが、あもうソニック切れてますね。なんでもいいが、まあ、フレンジ落としていきましょうか。フレンジ落としてでバトルフェイズ、もう無理でしょ。でしっかりダメージステップにレクスタームの効果を発動することによって相手の攻撃力を313にしていく、何これ。でレクスタームでダイレクトアタックして、最後にテリジャーでダイレクトアタックしてこちらの勝利っちゅうわけですね。はい、対戦ありがとうございました、ロードラプトン君。いや強くてマジで。ということでこちらの覇王ダイノルフィアいかがだったでしょうか。デッキレシピはこんな感じです。まあ雑にねダイノルフィアに関連するトラップカード、そして並びにサーチカードを入れてるっていう感じですね。でエクストラデッキに関してなんですけども、ランク4の、エボルカイザーたち、ラギアとかねドルカとかあの辺を入れた方が強いです。まあ持ってないんでなぜか深淵に潜むものだけがひっそりと入ってますけども、こんなん抜いてエボルカイザーをしっかり入れてあげてください。でフレンジの効果を使うときにエクストラデッキのモンスターを要求してくるんで、まあ、一応ステルスベギア3積みしてますけどもこれ3もいらないんで2年でその湧いた悪に
ラギアとドルカを入れるっていう感じですね。で、こちらナチュラルエクストリオも入っております。ナチュラルエクストリオ入ってる理由は、まあ皆さんもちろんお察しと思いますけども、こちらのヤブヘビですね。ヤブヘビももちろん入ってるんで、ヤブヘビダイノルフィアに覇王竜の魂を添えてっていう感じのデッキレシピになっています。まあ紙の環境の時に割と一時期ね、大会荒らしてたとは言わないけど、上位常連だったデッキなんで、かなり強いかなって思います。まあ、その時はマッチなんで割と対応されてはいるんですけども、まあ、それでもね、対応された上でも優勝とかね、バンバン叩き出してたデッキテーマなんで、面白くて強い、あと覇王竜の魂の制圧盤面は非常に素晴らしいものがあるんですけども、このテーマを MD で組むにあたって残念なことがありまして、必須カードですね、まあ、手札誘発は一旦置いときましょう。必須カードであるテリジア UR、 化石調査 UR、 覇王竜の魂 UR、 ケントレギナ UR、 レクスターム UR で、さらに覇王竜ザーク UR そしてクリスタルウィングシンクロドラゴン UR そしてアークリベリオンエクシーズドラゴン UR というね、めちゃくちゃ高いデッキになってるんで、まあもちろんね、神系のトラップも入ってますけど、バカ高いんで、まあ覚悟を決めて組んでくださいっていう感じですね。まあヤブヘビは別に抜いてもいいんで、まあこれ趣味で入ってるだけなんで、ヤブヘビに関しては何とも言えません。ただ、本当に高校弱いデッキなんで、手札誘発割と必要になってくるんで、ベーラー持ってない人とかね、まあゾージーとルラ持ってない人いないだろうけど、ベーラー持ってない人はもしかしたらいるかもしれないんで、まあ、その辺も考えて組んでみてくださいっていう感じですね。 Y はもちろん課金してますので、 UR が高いとかそういう問題ではないですね。もう金使えばこんなデッキでいくらでも組めるんで、はーい。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。